はい、皆さんこんばんは。ご覧いただきどうもありがとうございます。私岸本美和子と申します。はい、今日は、ちょっと久々の更新じゃないですか。で、まあ何をやってたんやっていうと、私はほんまに、このまま人生終わるんかなっていう経験をしたんですね、この間に。で、っていうのが、なんか今ちょっとまた声枯れてるんですけど、7月の末ぐらいにね、なんか喉が、痛くなって、で、まあこの時期やからすぐ PCR 検査するじゃないですか。で、 PCR したら陰性やったんですよ。で、あ、ってことは、まあちょっとなんか疲れたりとか少しちょっと風邪気味みたいな感じやから、休もうと思って、まあ1日2日ゆっくりしてたら治るかなと思ったら、だんだん喉がほんまに痛くなってきて、で、2日目か3日目ぐらいに声がもう全く出なくなったんですよ。ほんまに全く、アースラに声奪われた時のアリエルかっていうぐらい声が出えへんかって、ほんまに。で、もう私こんな喋る人やから声が出えへんって多分一番のストレスなんやんか。もう体っていうか、もう細胞がストレスを感じて、やばい、もう早く喋りたい、早く誰かに私のこの出来事を伝えたいみたいな気持ちになってたんですけど、そっから4日5日とどんどんひどくなっていって、で、喉がとにかくもう腫れてきたんですよ。めっちゃ腫れてるなみたいな。もうここ触ったら熱いし、これやばいぞってなって、ほんで、なんかその喉がやっぱ腫れてるから、ちょっと呼吸もね、しづらくなってきて、これなんか、まあ私一人暮らしやし、なんかこういう風にして人生にピリオドを打つことになるんかなっていうのがちょっとよぎったんですよ。ほんで、あ、これはいかんっていうことで、病院にね、行ったんですよ。いや、早行けやっていう話やけどさ、もうすぐ治ると思ってたから、こっちは。で、病院に行ったわけ。で、しかも、声が出えへんから、電話できんねん。で、もうだから、とりあえず、行くしかないってなって、で、行ったわけね、病院に。一番、とりあえず近い病院ですよ。もうめっちゃしんどいから。で、一番近い病院に行って、もう、ほんと、吐息で、しんどいんですみたいな感じで言って、で、熱はなかったわけ。いやねんけど、まあ、喉が腫れてるし、ちょっと風邪っぽい症状なので、発熱外来になりますって言われて、で、発熱外来は、あさってまで空いてませんって言われてん。満員でって言われてやんか。あさってやで。こんな状態でもう吐息でしか喋れへんのに、あさってまで病院にかかれへんわけ。いや、もう、ピリオド打つでと思ってん、私な。で、でももう入れへんから、とりあえず私はもうその時もう、ほんまにこう弱り切ってるわけ、精神状態にも体もね。だからもう帰るしかないわと思って、帰ったわけね。ほんで、そっから、また一日寝て、でも変わらずですよ。アリエルね。ずっと声失った時のアリエルの状態が続いて、辛いなってなってきて。で、会社もやっぱり、そのね、声が出えへんかったら仕事もできひんし、まあ、こんな時期やしっていうので、ちょっとまあ、陰性とはゆえ、ちょっと休んでもらうっていうことでずっと休んでたんですよ。で、約1週間ぐらい、マジで寝たまま過ごして。まあ、寝転んだまま過ごして。もうなんか、なんていうの、なんかこう、めっちゃ大げさやけど、私めっちゃ大げさに、大げさって言いすぎやろ。ごめんな。めっちゃ大げさに捉える人間やから、なんでもね。なんかもうほんまに立ち歩きもできない。で、喉ももうこの細い呼吸だけで生きてると。もう、ただ細い呼吸で生きてるだけの人間になってたわけよ。で、その時になんかもうさ、もうこのままなんか人生って終わっていくんかなとか思って、なんか今までの楽しかったこととかさ、なんか幼稚園の入園式のこととかさ、中学校の卒業式のこととかさ、なんか初めてみんなの前で歌ったこととか、リナ祭りのこととか、サーズデーライブのこととか、めっちゃ思い出してん。ほんで、なんかこのままやったら、例えば夜中にね、喉がめっちゃもっと腫れてきて、ほんまに呼吸できひんくなって、いよいよピリオド打つでってなったらどうしようと思って。ほんで、その時のことをこう想定したわけ。想像したわけ。どうなるんやろ、こういう場合みたいな。ほんで、私声出えへんから、まずさ、救急車に電話できひんわけよ。で、それ一番恐ろしいやんか。もう身震いしてん、そう思った瞬間。ほんで、だから、すごい近くにいる友達に、LINE してん。その時点では全然喉が腫れてるだけやったから、でもこのままもしかしたらめっちゃひどくなるかもしれへんっていう時点で私はこの保険でね、友達に連絡したわけ。すると友達が、大丈夫みたいな感じですごい心配してくれて、ポカリスエットと、ウィダーインゼリー?なんか、これさ、いつも言われんねん。なんか、
ウィダーインゼリーって私は呼んでんねやんか。あの、どうでもいい話しますよ、今から。ウィダーインゼリーって呼んでんねんけど、それをウィダーインゼリーっていうたびに、いや、ウィダーねって言われんねんけどさ、ウィダーインゼリーで合ってるやんな。みんなどっち派？ウィダーインゼリー。え、なんか、ウィダーインゼリーって今言ってみたけど、恥ずかしない？なんか知らんけど。ウィダーインゼリー。私はウィダーインゼリーって呼ぶから、これからも。あの、ウィダーインゼリーと、で、あともう、固形物が通らへんから喉が痛くて。だから、あの、茶碗蒸しを買ってきてもらってんやんか。で、固形物が食べれるようにもしなったら、一番食べたいものっていうので、お茶漬けも買ってきてもらって、お茶漬けの素ね、もう買ってきてもらっといてん。ちょっとずつ声が出るようになってん。ほんでもな、これ人間ってさ、めっちゃ不思議やなって思ってんけど、言ったらもうほとんど立ち歩きもしないし、で、水飲んでもポカリスエット飲んでも喉が痛いんやんか。だから、もうあんまりもういらんことしんとこうと思って、すっごい細い呼吸をゆっくりするっていう方法で生きてたんやんか。ほんなら、なんか、こう、深呼吸みたいな感じで体は捉えて、すごいリラックスしたわけ。それはほんなら良かったやんっていう話やねんけど、そう、ほんでその状態でずっと、5日以上いたから、なんか、治ってきても、こう、声を出さずに、なんていうの、私の声が、こう、出えへんことが普通みたいな体になってて、なんか、ある時突然、咳が出たんやんか。でも、咳は結構出てて、喉もめっちゃ乾燥してたから、咳が出てたんやけど、なんか、その咳がさ、なんか、すっごい乾いた咳から、ある時突然気づいたら、普通にあの、あーんみたいな感じで、声が出るタイプの咳になってたわけ。ほんで、え、待って、声出るんじゃんと思って、あーって言ってみてん。言えてん。ほんで、私は治ったわけ。だから今、ここでこうやってね、やっと話せるっていうことで、YouTube を更新してます。そのね、体調が悪かった途中に、私の命がけでやってるランジェリーショップの撮影を組んでたわけですよ。で、それももうちょっと体調が悪いっていうことで、バラして、ほんでもうすっごい悔しくてさ、もうその時さすがに泣きました。涙は出てないけど、泣きました。さあ、それでは、こっからですね、心を入れ替えて、もう声が出るようになったっていう喜びを噛み締めながら、皆さんが前回の動画にくれたコメントを返していきたいと思います。その前に、YouTube、喋らせてもろてますというこのチャンネル、1000人達成しました。ありがとうございます。いや、ほんまに、1000人達成したことを一番にツイッターで俺を言ったんですよ。その、チャンネル登録が伸びたのが、絶対ツイッターのおかげなんで、ツイッターを見てくれてる皆さんに一番最初に言いたくて、俺を言ったんですよね。本当に皆さんね、こんな動画ですよ。ほんまになんか、何の情報もないやん、私のチャンネルって。なんか、例えばさ、いい化粧品を紹介したりとか、なんかこう、雑学？あ、それはいいか。なんかこう、いろんなさ、なんていうの？みんなこう、いろんな情報を、こうね、YouTube でこう、取得してるわけですよね、今の世の中。私の動画ってさ、ほんまに、何の情報もないやん。情報といえば、私が最近どうやったかっていう日記みたいな動画なわけよ。その動画にね、そのチャンネルにですよ、1020人か。今日ね、1020人なんですけど、1020人の方がチャンネル登録してくださってるというね。もうこの、衝撃事実に私は本当にお礼が言いたいです。ほんまにありがとうございます。そのですね、前回ね、その髪の毛をピンクにしたっていう動画に、つけてくれたコメントを音声で返事していきたいと思います。めっちゃ美人、安室奈美恵の曲も聴いてみたいな。いや、安室奈美恵さんのね、曲ほんまに大好きで、もう全部歌えるんですけど、もちろん。今年ね、安室奈美恵さんの最後の、引退された最後のライブの夜に行われた、沖縄での花火大会が、なんとずっとね、やっぱりこういうご時世なんで中止されてたんですけど、今年やっと再開されるということで、私は、その時に、沖縄に行かせていただくことになりました。ありがとうございます。はい。登録者数1000人達成ですね。おめでとうございます。ありがとうございます。岸本綾美最後のシングルに入ってるスイートライダーの歌詞に SR ってバイクが出てくるのですが、当時の彼はバイク乗りだったんですか？あ、当時の彼ではなくて、私当時ずっと学生の時に大好きやった人がいて、ずっと片思いしてたんですよ。で、その人が、バイク乗りではないんですけど、そのバイクが好きで SR を持っていたという、話ですね。SR400 というバイクを持ってたので、SR400 っていうタイトルにしたかったんですけど、なんか、引っかかるかなんか、ダメになっちゃって、できないって言われて、
SR を取ってスイートライダーっていうタイトルにしました。可愛すぎ。1000人超えた暁には何かあるのかな？キーが違うくても全然歌ってください。わ、ありがとうございます。そうですね。歌いたいんですよね。ただなんかここ、ちょっと声が結構聞こえるらしくって、なんか、まあ家で歌うなよって感じだと思うけど、なんか考えますね。ちょっと声が万全に戻ったら歌いたいですね。似合いすぎです。あ、ピンクの髪の毛ね。もうピンクじゃなくなっちゃったけど、そうですね。似合いすぎ。ありがとうございます。いつも楽しいトークありがとうございます。いや、もうほんまに聞いてもらってありがとうございます。いつも。登録者1000人、エクセレント。ありがとうございます。そうですね。もうほんまにこうやってコメントくれる方が、こう、登録者1000人までね、持ってきてくれたっていうだけの話で、私はただずっとここでね、喋ってただけで、私は、ほんまに皆さんのおかげです。ありがとうございます。1000人達成おめでとうございます。ありがとうございます。めっちゃええ色やん。あ、これピンクの髪の毛にくれた。ややこしいよね。ごめんね。ちょっと時が経ちすぎて、髪の毛がもうピンクじゃなくなってしまってるから、めっちゃええ色やん。あ、またピンクに染めに行きます。似合っとるで、ありがとうございます。1000人達成おめでとう。ありがとうございます。改めて、チャンネル登録者数1000人おめでとうございます。ありがとうございます。なかなかピンクも似合いますね。ありがとうございます。これからもゆっくり自分のペースで配信お願いします。こうやってコメントにさ、みんな、そのコメントに自分のペースでとか無理せずにとかいうのを絶対入れてくれるんですよ。で、もうそれを見るたびにね、私はね、なんて客層のいい、コメント欄なんだって思いながら、なんか誇りに思いながらね、コメントを読み上げてます。ありがとうございます、本当に。めっちゃ可愛い。ありがとうございます。そんな言っていただいて、ありがたいです、本当に。1000人達成おめでとうございます。ありがとうございます。これからも美和子さんの楽しい喋り動画など続いていくことを楽しみにしています。ありがとうございます。こんなんでいいんでしょうか、本当に。なんか、みんなこう、どういう時に見てるのかな？なんか私は、歌歌ってた時もそうやったんですけど、なんかつんくさんと、共演させてもらったことがあって、つんくさんに、どういう歌手になりたいのって言われた時に、私は、将来、人が、鼻歌で自分の歌を歌ってくれるような歌手になりたいっていうのを言ったんですよ。で、私今もそれ一緒で、この動画を、なんか、あ、暇やな、今日なんかやることないな、みたいな時に見てもらいたいなと思って撮ってて、なんかこう、さあ YouTube 見るぞみたいな感覚で見るような動画ではなくて、なんかこう人のね、隙間に入りたいんですよ、私っていつも。だから、暇つぶしぐらいの感じで見てもらえたらいいなと思ってます。1000人達成おめでとうございます。ありがとうございます。おしゃれなピンクになりましたね。あの時はおしゃれなピンクになってました。今はちょっと取れてきたんですよ。っていうのもやっぱ夏なんで、毎日お風呂入るし、ひどい時っていうかもう暑い時は朝晩って入るんで、どうしてもね、こう色が落ちていくっていうことで、またニルに行って染めに行こうと思ってます。髪色いいですね。ありがとうございます。1000人達成おめでとうございます。ありがとうございます。すごく似合ってます。ありがとうございます。1000人達成しましたね。おめでとうございます。ありがとうございます。いつもゲラゲラ笑いが止まらなくなるトークから心温まる優しいコメントまで喋らせてもらってますの動画が大好きです。ありがとうございます。髪色もとてもお似合いです。ありがとうございます。夏本番。夏リリースの素敵な夢見ようねや疾走感あふれる見えないストーリーを聞いて乗り切ってます。美和子さんもどうかご自愛ください。応援しております。な、めっちゃくちゃ優しいやろみんな。ほんまに、とてもとても客層がいいコメント欄やね私のコメント欄って。もうほんまに嬉しい。もうみんながいたから、ここまで YouTube を更新できたし、なんか最初にこう友達と約束したっていうことよりも、こうやってみんながコメントをくれたりとか、YouTube 見ましたって言ってくれたりとか、頑張れって言って拡散してくれたことで、私はね、1年半ぐらいですかもう、そんだけね、YouTube って言ってしまった。YouTube を、続けていけてるわけですよ。今1020人登録してもらってるんですけど、まあこうね、上下はね、多少こうしていくと思うんです。なんかもう喋り飽きたなとかで解除する人も、もしかしたら、おられるかもしれん。わからへんからな。そういうので、やっぱりこうね、登録を解除されたりとか、また新しくね、登録してもらったりとかっていうのを繰り返しやと思うんですけど、基本的には、なんかこう、本当に、なんやろう、日記みたいな感じで私喋っていきたいなと思ってるんで、ずっとこういう感じが続くと思うんですよね。しばらくこのエアコンの下で喋るっていう風にね、ちょっと縛りでやっていきたいと思います。なんかこう YouTube をやっぱりこうやって編集なしでも皆さんこう見てくださってるので、しばらくちょっと編集なしでいきたいんですけど、なんか、
一人で一方的にこう喋ってるだけでもちょっとあれかなっていうのがあったんで、なんかこうせっかくね、あの目標でずっとみんなで目標にしてきた1000人っていうのに達成したので、なんかみんなからの質問とかを、取り寄せちゃうわ。あの、取り寄せね。取り寄せしたいなと思ってて、なんかどうしようかな、その、なんかいろいろ考えてたんやけど、なんか何がいいかなと思って、なんかどういう、みんなが、私に聞きたいこととか、その私自身のことじゃなくてもよくて、全然、なんか、あの、普通に質問で、それ、どう？なんか、インスタライブとかする？インスタライブとかで、みんなから聞いた方がわかりやすいかな。そしたら、あの、インスタライブをしたら、みんな見に来てくれる？あの、嫌やで、訪問者1とか。で、その1が親友とかやな。いや、いいけど、さ、電話しろよって感じじゃん。やったら、あの、ちょっと恥ずかしいんで、ぜひ皆さん見に来てもらいたいなと思ってます。今日も最後まで聞いてもらってありがとうございました。皆さん、こう、体を大事に、健康でいてくださいね。ということで、おやすみなさい。ありがとうございました。